おこにゃきは。さて、まずはうまいこと先頭を取れるかだが。オッケー、体をかぶせた。よしよし、幅跳びもナイスね。あとはこのまま逃げ切れるかだが。で、エンジとキノピオがマグナムギラーに激突。よーし、大チャンスだね。で、そのベルの木にスーパーベルとか入ってないのか。早く先に進みたかったからさ。で、キノピコに抜かされてますけど。おい、これで負けるとか勘弁してくれよ。カタキックスタートで一気に抜かしてやる。タイミングを合わせて。で、キノピコもやってんじゃねえか。んでも入力は僕の方がちょっとだけ早かった。今日ここでまた逆転。キノピコが幅跳びでブレーキしてくれたおかげね。さあ、裏エリアか。このデコボコした感じ一の二かなと思ったけど。どうやら全然関係ないね。よかったな、キノピコもルートを外してて。さっきから動きがめちゃめちゃ似てんのよね、あんたたち。もしかして生き別れた弟か。いないだろ。って、意外と裏エリアが短かったね。キノピコと差が開いたし。あー、マグロスの攻撃危なかったぞ。今のやられてたら目も当てられなかったわ。じゃあ、よかった、なんとか逃げ切って僕の勝ちだね。ふう、キノピコは良きライバルだったな。生き別れたお兄ちゃんですけど。弟はどうしたの？さあ、次のコース。お、なんだあの足場。僕は上に登っていっとみた。となるとやることはやっぱり。ダメダメか？クソ、合わせられるか。狙いすぎも良くないか。キノピコが先頭になったわね。クソ、ウド関連成功したら逆転したのに。相変わらずウェド関は下手くそだな。みんな失敗したから抜かせたけど。よし、リストを落として後続を遅延させられるかも。なんならキノピコはやられたんじゃね。よし、今のうちに一気に差を開いちゃいましょう。キノピオがどこまで食らいついてくるかだな。さっきみたいに戦闘有利ギミックとかあるかしら。だとしたらまた遅延できるかもだけど。あんまり期待はしない方がいいな。で、そこはくるっとしながら壁キックした方が早かったんじゃ。僕も登りながら思ってました。じゃあやれし。え、ちょ、これは壁が切り替わっていくやつ。やばしか、一発で突破できた。それはでかすぎ。これでキノピオが引っかかってくれたら嬉しいけど。で、おい、これは一体。あ、よかった、真ん中で圧死することはないと。だとしたら難易度が一気に跳ね上がるぞ。お、ここで裏エリアが終わりと。さあ、これでゴール。いや、中間だからもうちょっと続きそうだな。残念。ってことはまた裏エリアに行くのかしら。どうやらそのようで。まあでも、後続とだいぶ差が開いたみたいだしな。よし、ガリガリとの兼ね合いが良かった。下手したらチビになってたわね。ん、これまた地味に厄介な配置。こういうのは得意だから問題ない。え、このドアは、どうやらやり直しようっぽいが。バトルだから関係ないね。ちゃんと一発で決めなきゃね。で、お前スネークブロックの上に乗るなし。もうちょっと楽する予定だったけど。ミンバトにしてはちょっと難しいわね。たまーに当たるからな。個人的にはこれぐらいの難易度の方が好きなんだけどね。そしてココナンの逃げ切り勝利ね。さあ、2番手は。で、キノピコか。道中キノピオとルイージやられたのかしらね。ちょっと気になる。さあ、次のコース。3D ワールドスキンと、どうやらピンクコインが2枚あるみたいだぜ。で、ポコニャン。あっと、ごめん、よそ見しててちょっと出遅れた。何やってんだし。で、下の3人の動きがシンクロしすぎててすごい。あ、ちょっとこれ上から飛び越えられる。で、マリオが登っちまったか。やばい、これそのままゴールされちゃうかも。みんな諦めてドアに入るしかないわね。お願い、鍵が必須であって。え、みんな何して。で、ああ、鍵をゲットしたの。なんか踏んで奪ってたわ。ラッキーすぎだろ。プロペラボックス僕も取るべきだった。確かにこの後必須だったらまずいわね。そして普通にマリオに行かれてるんだが。うむむ。で、ここで裏エリアに行くのな。あらー、フラワーはポコニャン取れないわね。待って、これ頭狩りしないと進めない。今普通にしてるわけだが。ちょっとマリオはプロペラボックスがないから踏んだわよ。うわ、マジかよ。下手したらポコニャンもそっち側だったな。ヒヤッとしたよ。クソ、壁キックスタートしよった。あー、上は外れなんだぜ。さっきから踏んだり蹴ったりね。そういう意地にも抜かされた。さあ、表エリアに戻ってきて。よし、一発逆転ののこのこかだ。あ、ちょっと待って、そんなすぐにゴールなんですか。やべえ、このままじゃゴールにさえ触れねえ。あ、はあ、欲張った結果がこれと。最悪な結末じゃねえか。なんか最後いろいろ噛み合わなかった。よし、今度は前に出たぞ。ここからどう突き放すか。あ、ちょっと待って、なんかジャンプが変な感じに。バカ、慌てすぎだって。あー、マリオにスーパーベルを取られちまったぞ。これはまずいわ、早くしないと。よし、マリオがミスってるからこれはチャンスなんだぜ。よし、飛びつかれても大丈夫。今のうちに逃げ切っちゃいたい。ベルが必須じゃなければいいけどね。あー、もう追いついちまったか。ここはヒップドロップと同時にマリオにも合わせて。で、刺さらなかったんだが。逆にスタンさせられてるじゃない。いや、僕も猫があったらこんなことには自業自得なんだぜ。あー、でもマリオがダメージ食らって。よし、もう飛びつきはできない。手バカなにベルの木に捕まってんだ。いや、パックンに噛みつかれるかなって。気持ちはわからなくもないけど。あー、これで終わりだったか。これまた噛み合わない試合だったね。さあ、次のコース。あ、これ見たことあるわ。あー、確か記憶力テストのコースだよな。幸いこういう記憶力は自信がある。間違い探しは大の苦手だけどね。ん、それは否定できない。え、ちょ、ルイージ右に行っちゃったけど。で、あー、お前キノピコを投げ入れやがった。はっはー、悪いな、これで僕の独壇場。ん、やっぱり最低ね。まだキノピオも来てるがな。ちくわブロックがあるからちょっと遅延食らっちゃうんだよね。抜かされないといいが。で、あー、キノピオルートを間違えたわ。じゃあ今度こそ僕の独壇場。あとは正確に進んでいくだけだな。ちゃんとじっくり考えていけるね。確かここを突破しちゃえば終わりだったはず。斜めが入ってるからちょっと。
3、6、2、10、0。え、なんだその数字。じゃあ、わかった時計ね。そう、右上とか左下とか斜めが入ると覚えづらいからさ。脱出ゲームとかでもよくやる覚え方なんだけど、これが僕覚えやすくてさ。なるほどな、逆にわかりにくくならない。ずっとこれでやってるから慣れちゃって。要はナイス勝利なんだぜ。さあ次のコース。このコインの配置はさすがに適当だよな。ってことはそこまで作り込まれてないかも。だったら短いコースかもね。あれ？これは、じゃあこれ土管に入れねえのか。まさかの騙し要素とかあるの？せっかく戦闘に出たのにな。あ、でもこれ、そうだぜ、鍵が浮くから持っていけるんじゃね。おお、もしかしたらどこかで使い道があるかも。てか、ルイージとキノピオはどこに？裏エリアか？あれ？もうそこゴール。ああ、これでできるやつ？じゃあまさかの勝利だ。これはあの二人イラッとしただろうな。うまいこと上から飛び越えられてよかったよ。そしてこれはデフォルトコースだよね。じゃあ先に出たもん勝ちなのに。もしキノピオが知らなかったら。じゃあ下に行ったわ。おお、本当に知らなかったパターン。よっしゃ、この時点でほぼ僕の勝利。あとはクリボンにやられなきゃいいけど、最後のやつが怖いからな。よう、始めたのはでかい。いやー、キノピオに行かれなくてよかったわね。助かったよ。さあズルを見つけるスピランってコースらしいが。よし、戦闘に出られた。ここは三段じゃなくてよかったわね。早速見つけたぞ。あ、キノピコも来たわね。気づいてたのか。よく抜け。うへぇ。背景がわかりにくいがよく抜けたな。よーし、そのままゴールでよかった。キノピコのやられ方はかわいそうだったわね。さあ次のコース。おっと、三人でのバトルか。これはちゃんと勝ちたいわね。まずはしっかりと戦闘に。おお、綺麗にヒップドロップが刺さったな。これは大事にしたいわね。く、地味にサンボが厄介。まあまあ背が高いもんな。ぶつかってやられないでよ。気をつけるよ。後続と差を広げられるならアイテムが欲しいところだが。いやー確かに欲しいけどまだ早いかな。取るなら次のアイテムかな。おわっと、なんじゃこのサンボ。倒さないと取れない。うわー、アイテムを取ってたら貫通できたのに。まずいぜ、誰かデカ状態だったら。あーよかった、二人ともチビだ。ふぅ、最悪の事態は免れたか。んでもせっかく戦闘だったのに追いつかれちゃったわね。で、ああ、ルイージキノピコをサンボに当てやがった。よくやった。間違えた。さすがにそれはかわいそうなんじゃない。ちょっとあんた心の声が漏れてたわよ。いや、一体何のことやら。で、なんで蹴ってんだよ。ちょ、これは床が坂だから転がった時に蹴っちゃうんだって。なーにやってんだか。ルイージはどうするつもりかしら。ん、特に邪魔してくるわけでもないね。オッケー、ようやく先に進める。気をつけなさいよ。で、ああ、もうゴールじゃん。じゃあ、よかった、なんとか抜かされずに済んだ。次に当たったらアイテムをちゃんと取らなきゃね。それじゃあみんな、次の動画へ行ってらっしゃい。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を楽しんでくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter もやってますので概要欄をチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。